なんか一気に夕方になったな。え、アンブレラの？え、嘘やん。え、ルイスってアンブレラの研究員って設定が追加されたん？マジで？へぇ。いや、足折るじゃないやろ。もう、生け捕りにしようぜ。え、何この怪しい。いや、あかんやろ、これ。え、絶対触ったらあかん。手ガシャンってなるやつやろ。これ絶対手ちぎれてゲームオーバーやって、行くで、行くで、行くで。あ、全然ちゃうかった。はしごでできた。何このはしご。え、中途半端。いや、カプコン、さすがにこういうじらしプレイはなしやって。あ、アシュリーとここに来ていくパターンね。あ、そういうこと、なるほどね。了解。というわけでございまして、教会の方へ向かいたいんですけど、急に日が暮れてきましたね。早すぎません？時間経つの。で、このいらんくなったキーアイテムも売れるから、いいね、このキーアイテムが折れるっていうのが今までバイオハザードなかったけど、ちょ、暗すぎるって、暗すぎるって。これどこに通じてんの？これ村の中央に通じてるはずやねんけどな。あ、スピネル、こ、普通にスピネル拾えるんや。へえ。いやー、暗。一応このゲームホラーゲームやからな。うん、ホラー楽しもう。全然ホラーじゃないし、なんなら人おるし。あ、もう普通にここに到着すんねんや。ここに到着すんねんやって合ってる。うん、そうやな、そうやな、ここや、ここや。で、僕は正直ここ突っ走って無視してちゃっちゃと鍵開けたいねん。うん。あ、え、なんだろ、ここ道塞がってるし、井戸開いてるし。え、ちょっと待って、これはどうしたらいい？敵が来るのは間違いないと思うねんけど。ん？え、敵おらへん。嘘やん。いや、コルミロスや。そこでコルミロス現れる。ちょ、ショットガン行くわ。え、他どこ。ちょメレメレメレ。あ、ちょせこい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 、お前せこい、マジで空気読め。マジか、ここでコルミロス現れんのか。あ、弾切れた。あー、パリできひん。あ、これは行くか。で、塔が破壊されたからまっすぐ行けないんですよ。だからあの井戸を通らなくちゃいけない。うまいな、このゲーム。じゃ、なんかアイテム再配置されたりしてへんかな。ミリ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 、ほぼミリ。ああ、おるおるおる。お前には入ってきてもらって、で、これでいこう。よし。やべ、ハンドガンの弾が普通にないねんけど。で、ここに到着すんねんな。え、本来これ井戸の中通るべきやったよな。井戸の中ちょっと行っていい？これはステルスキルでいきます。あ、やった、ハンドガンの弾や。ほんまはここ通らなあかんかってんよな。ちょ、一回ここちょっと行ってみるわ。なんかアイテムあるかな。体験版やったらここにマシンピストルがあってん。みんなさ、バイオハザードさ、5がリメイクされたら買う？やる？僕は絶対買うけどさ、6もなんだかんだで期待してんねんな、リメイク。ないと思うけど、一番。これって壊せんのかな？無理やな。ヘビ一緒、効果音が一緒。あれ、卵落とさへん。ふざけんな。あ、落とした落とした落とした。あ、鎖、あ、
あ、もう蛇自体がアイテムになるんや。ちょ、卵食べるか。あ、毒腺を取り除けば食欲かな。やってることマジでメタルギアやん。あ、そうなんや。蛇が卵を落とすんじゃなくて、もう蛇自体が回復アイテムになるんや。なんでこんな煙立ってんの？ガス漏れしてへん？あれ、ガスってね、臭いじゃないですか。で、まあ実際ガス自体には匂いがなくて、ガス漏れした時に分かりやすくするために、ガス会社がわざと故意にガスに匂いをつけてるんですよ。皆さん、知ってましたか？なんかこの雰囲気、デッドスペースでもあったよな。あんまり、いい思い出がないんですけど。え、なんでこんな煙充満したの？大丈夫？一酸化炭素中毒なれへん？これ。死ぬでレオン。え、なにこれ？何これ、ちゃんと歯磨けよっていう教訓。みんな歯磨いてる？ちゃんと磨きすぎは知覚過敏の原因にもなるから、磨きすぎも注意やで。僕はね、朝はまずグチグチペイモンダミンとかで済ませて、昼とかも。え、何？お、びっくりするわお前。今こっち歯磨きの話しとんねん。いやー、マシピス売ってる。どうする？買う？マシピス買う？マシピス買うか。アタッシュケース買うか。正直迷う。アタッシュケースにする？どっちがいい？どっちがいいと思う？アタッシュケースにしようか。あ、だいぶ広なったな。オッケー、整理整頓完了。そうか、鎖ヘビを売却したらまたスピネルがもらえるようになんねんな。うまいなこのゲーム。この先が教会か、多分。あれやな、だいぶ変わってるな。ここら辺に鳥の巣があって、アイテムとかがあるはずやねんけど、まあ、とりあえずハンドガンの威力を改造してあげたから、もうこれがどれだけ変わるかな。こっちにガナード女がおるはずやねんけど。 OK、 確実に銃で倒していこう。やっぱりおるわ、やっぱりおるわ、やっぱりおったわ。オッケー、やっぱりおったわ。やっぱ威力上げたら若干ちゃうな、気持ちが。うん、これ何？素材か。ガンパウダーが欲しいねんな。ガンパウダー手に入らんから、もう素材打ってもいいんちゃうかとかも思ってんねんけど、これやたら目立ってんのってヒントやんな、絶対にな。うん、そうやんな。はい、教会着きましたけど、まあ教会はね、入れないんですよ。あれ、金がない、金がない。めっちゃ大げさに入れませんってアピールしてくるやんか。分かっとる、分かっとる。うわ、僕このバイオハザード RE4 って初見やねんけど、なんかこの金売ったら敵が来そうやな。こうへんのかい。でこっち行ったらダイナマイト持ってる人がおんねんけど、多分、うん、多分な、僕知らんで、初見やからな、あくまでも。うん、あ、おらんわ。お宝とかもあるはずやねんけどな。またなんかある。何これ、墓の紋章破壊、どういうこと。なんかな、やたら気になってたんはこいつやねん。これ破壊すればいいんちゃう。ほら、天才。 OK、やっぱカプコンの気持ちがほんまにわかる。もう手玉に取ったかのようにわかる、ほんまに。え、僕って実はカプコンの社員。この青い星空に僕という希望を描いてみせよう。レオンのはしご登んのとさ、消防士がはしご登んのってどっちが早いんやろな。いや、それじゃあこっちの方向行きます。閉まってる。え、どうしたらいいんすか。じゃあ積んだやん。僕すぐ積んだって言う癖やめようか。くるくるダイヤモンド、あ、ここやわ。ご丁寧にセーブポイントとかあるけど、これ誰。時至るまで教会に行く、これアシュリーやな、完全な。うん、え、そういうのが趣味なん、この教会、教団って。確かアシュリーって18歳やんな。
法に触れてない？いや、ギリ触れてないか。どうせこういう写真撮るなら14歳ぐらいの方がええぞ。あの、わかる？あの、成長段階の女の子、わかる？あの、成長段階の女の子の可愛さ。もう、もうその女の子見てるだけでもう胸がキュンキュンする。もう君のハートに一直線。これは湖の地図かな。まあ、お、そうそう、これこれ気になっててんな。中何入ってんのか。いいもんであってくれよ。何、イエローダイヤモンド。え、これ普通に現実世界やったらなんぼで売れんのやろ。全然ちゃうな、ほんまに。本家とリメイク。いやー、狭いけど、こういうのなんか憧れる。こういう秘密基地。普通にここに繋がんねんや。で、これ、缶抜き外すんや。あ、そうなんや。へぇ。ごめん。閉めよ。閉めよ、これ。なんか、危ない気がしてきた。ラゴで合ってんのか知らんけど、スペイン語わからんけど。え、なんか、めっちゃここ、すごいことなってない。あー、火炎瓶投げてきた。これ、燃やせるよな、多分な。ああ、燃やされへんかったが、そうか。吹く瞬間に撃てば燃やせんのか。もうちょっと近づいてこへんかな。ここやな。素晴らしい。いい眺め、これ見て、これ。ここ、ここ、ここ、ここ。これがいいね。海外版。これ日本版でもこれあんのかな。パリして、命令して。ああ、ちゃうね、これ素手相手の敵、マジでこれな。どうにもなれへん、近づかれたら。正直、素手相手の敵は、もうショットガンでいく方がええ気がしてきた。命令っていう防御ができへんくなるから。ちゃう、あの、パリっていう。落ちろ。これ、スコープで覗こうぜ。見て、これ、気持ち悪い。えぐっ。これ2本やったらないんやろ。かわいそうにな。いやちょっとヘビヘビ、あ、いいそうや、そこヘビや。本家の人でしたわ。で、こいつはスピネルになるから。おい、どこに消えた、どこに消えた。やばい、ここの橋めっちゃ変わってる。めっちゃ何、立体的になってる。どこ？あ、またなんか投げられた。またなんか投げられた。でさ、この火炎瓶さ、燃やすためにだけにさ、アルコール一本無駄にしてるってことやろ。もったいな。これナンバーするん。待って、なんかおるよな、近く。なんか燃えてますね。大丈夫っすか。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。これなんかさ、鬱陶しいやつの家にさ、火炎瓶投げてみたいよな。なんか鬱陶しいやつのなんか家、とりあえずオイルまみれにした後、火炎瓶思いっきり投げるの。めっちゃストレス解消になるやろな。なんかあの台風の日とかにさ、あのどさくさに紛れて嫌いな家の窓ガラス割ったらさ、めっちゃストレス解消になるんじゃん。で、僕はこのドラム缶あえて残しときます。なんか怪しいから。落ちろ。あいつもがき苦しんで落ちてった。肩凝ってんな。ピップエレキパン貼るか。もうやめとこか、真面目。あ、じゃあ解除できんねんな。そういえばな、解除しようか。解除した後これ撃ったら爆発するんかな。あ、爆発した。爆発したわ、やっぱり。Good luck finding someone big enough to use this thing. 思いっきりフラグですやん。え、これはなんだ？
青いメダリオン、あーはいはい、了解了解。でここカラスがほら、いっぱいってほどで、あ、いっぱいおるいっぱいおるいっぱいおる。でここに先行手榴弾投げたら、あれコルミロスもおる。実績解除とかしてる場合ちゃうねん。大丈夫？一体だけ？コルミロス大丈夫？ちゃうな。もう、なんで助かった？なんで外した？僕このゲームのスナイパーライフル当てれる気しやんわ。てかめっちゃコルミロス出してくるやんこのバイオハザード。まあ、あんま出番なかったもんな本家の方な、うん、こういう時ぐらいしか出番出されへんもんな。でこれをここどうなってんの。ここ右に行ったら武器商人とかおるはずや。何これ何これ、これ使えるわけじゃないよ。これはなんだこの鍵は。ちょくちょく見かけるけど、ちょっと装備を整えてから先進もうか。ちょっとレーザーサイト買おうぜ。さあレーザーサイトついた。うわー、やりにく、やりにく、やりにく。あ、これ僕弾当てれる気がしやんくなってきた。多分次こっちっぽいから、うん、こっち行くわ。